入籍をしてまいりました。これで私独身で亡くなりました。そして明日ありがたいことに関空から飛び立ってオーストラリアの方へ新婚旅行に行ってまいります。ということで多分今日はご覧の皆さん誰も知らないと思いますが、この場を借りて重大発表とさせていただきます。スタッフの人は皆えーちゅうような感じでね見ておりますが、これ黙っとくのも本当に大変でしたが、なので1ヶ月ずっと禁酒をしてですねスリムになってオーストラリアへ旅立とうということでございました。はい、拍手ありがとうございます、ね、誰も祝福してくれへんこれほんまに。そりゃ嘘よな。今日は4月1日エイプリルフルということで騙されたそちらの皆さん、だいぶ騙されてないか、やっぱり嘘と思うんかな、みんな嘘と思ってたみたいですが、いずれでもそういうふうに発表さなあかん時期が来ると思うので、まあ、あの予行練習ということで、ね、しておきます。何やねんそれっていう話ですね。まあ重大発表ということでございましたけので、まあ、そのエイプリルフールはまた別にしておきまして、本当に重大発表がございます。半年ちょうど経ちまして、今日は4月1日対案ということでですね、ある一つのことを、皆さんにご紹介をさせていただきたいと思います。これはですね、半年間ずっとこういろいろと試行錯誤しながら、この番組をずっと、仲間に支えられ、そして視聴者の皆さんにも、ご覧になっていただきながらですね、たくさんの応援のお声をいただきました。おかげで半年経ちました。そしてやっとですけども、まだまだですけども、まだまだこれから試行錯誤していきますが、動画のですね、動画の専用のですねホームページが今日から立ち上がりました。その動画のホームページをですね、せっかくなので皆さんにですね、ちょっとご紹介をさせていただきます。これが重大発表ということになります。ちょっと皆さんご覧ください。よろしくお願いします。皆さんもご存知のように、これはですね、まあ、ホームページになるんですけども、なかなかその動画という専用の動画ばかりのホームページでなかなかまだ少ないんですね。でやっぱり美容なんかは私でもずっと授業でやってましたんで、どうしてもその、音だけではなくって、この映像、要するにビジュアルですね、的なものをどん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 訴えたいということで、まあ、そのずっと試行錯誤をしてたんですけども、まあ、最近ではそのユーストリームというね、そういうふうな、まあ、あのソフトが出ましてですね、それを活用しながらこういう動画を進めております。そしてこのあなたも番組出演しませんかということでですね、今、たくさんの方々が、まあ、仲間の方々がですね、協力いただきまして番組を進めております。で、この番組というのはまだ金曜日だけですけども、もちろん将来的にはいろんな番組をですね、作って制作をしながらですね、ご覧の皆さんに楽しんでいただくということで今進めております。まあ、こちらにも書いてますように、まあ、いろいろまだまだね、お問い合わせいただくこと多いと思いますので、電話番号は 0120-879-353 0120-879-353 までよろしくお願いをいたします。はい、ドリームナビで、この名前はですね、当社はドリームファクトリー、そしてスタジオナビというですね制作会社と共同でですね、このドリームナビというのを立ち上げました。でホームページのアドレスですけども dreamnavi.tv dreamnavi.tv、こちらの方を検索していただきますと、早速ですけどももう動画でバンと出ます。で、パソコンによってはですね、その動画を見れない場合もございますので、まあ、一番最初のトップ画面に入っていただいて、で、まあ、選択をしていただくということになるんですけども、まあ、夜中見ていただくとですね、音が始まりますんでね、ちょっと音量に気をつけていただきながら動画を見ていきたいと思います。そして、この、動画サイトというのはですね、いろんなその可能性を秘めております。もちろんまだまだこれやりだしたこと、試行錯誤している段階なので、まだまだ皆さんのアイデアをですね、聞きながらいろんなものを作っていきたいなと思うんですけども、まあ、その和歌山、地元和歌山だけに限らず、もちろんこういうインターネットですから、世界に向けて、全国世界に向けて情報を発信することは可能です。で今 YouTube とも連動したりですね、いろんなそのホームページと連動したりするということが可能になってきましたので、まあそのお店の紹介であるとか、例えばアーティストの紹介であるとか、まあ例えばその何て言うんでしょう、自分の発表の場
イベント、こういうイベントがあるぞという告知の場であったりですね、本当にあの看板娘看板男という番組をしておりますが、こういったように地元の方ですごく素敵な方いらっしゃったらですね、まあ、こういう番組に出ていただいて、そしてまた一つこういうような宣伝をしていくというね、まあ、こういうあの一つのシステムがねできてまいりましたので、どん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 ご活用していただけたらと思います。今ですね